事ですって？冗談じゃないわよ。そう、冗談ではない。ヨロゼアコンツェルンの当主が惑星バーハムを視察するそうだ。そのため急に 3WA に護衛を依頼してきたのだ。今日はお休みのはずよ。そうは言っておれん。何しろな、銀河系でも5本の指に入る大コンツェルンだ。とにかくすぐ支度をしてバーハムへ。お断り。そうそう、相手が誰であろうと休みは休み。失礼。寝よ寝よ。あ、ボーナスだ。そろそろボーナスの額を決める会議がある頃でな。いや。さあ、どうぞお入りください。お待ちしておりました。さあさあ、こちらへ。わざわざ私たちにお仕事をくださったご当主はどちら様？めっそうもない。私どもはよろずやコンツェルン創業以来704年、代々重役として仕えておるうちの者です。はあ、竹川です。梅田です。松本です。じゃあご当主ってのは私ですわ。よろずやコンツェルン37代目ご当主、よろずや桜子様です。はあ、我が社では創業以来世襲制を取っておりましてな。先日お父上の36代目がお亡くなりになられたため、この桜子様が後お継ぎになられて。へえ。そこで本日あなた方お二人にお願いしたいことと申しますのは。桜子様がお忍びで町へお出になられることになりまして、つきましてはその身辺の警護をお任せしたいと。ああ、お忍びでね。というと何か特別なご用で？ええ、実は私町の様子ってどんなものか一度見てみたくって。あら本日は5時から大統領主催の晩餐会がございまして、その席上桜子様は大統領にお会いになられるのです。今回我がよろずやコンツェルンがこのバーハム製の再開発プロジェクトを全面的に任されることになりまして、そのため晩餐会での大統領との面会は大変重要なことなのです。よその国なの？いつもと違う。すごいわ。おやめってば。私たちまで変な目で見られるじゃないの。第一、あんたお忍びで来てるはずでしょ。それなのに思いっきり目立ってるじゃないのさ。そうでした、気をつけます。あら、あれ何かしら。あのだ。いらっしゃい。食べるかね、お嬢さん。ええ、いただくわ。私、道で食べるなんて初めて。おいしいわ。あんた、まさかお金って知ってるわよね？食べたらお金払うの。分かってる？屋台じゃカードは使えんのよ。やだわ、あなた。何か勘違いなさってない？どこかのお姫様じゃありませんのよ。お金を知ってるかだなんて。はい、おじさん。あやー！お嬢さん、冗談困る。うちでも買う機会お釣りあるわけない。ほとんど知らないんじゃない。よう、お嬢さん。そんなしけたもの食ってねえで俺たちと付き合えよ。この辺は初めてらしいな。楽しいところ教えてやるぜ。おあいに行く。こちらのお方はあんたらとは人種が違うのよ。おやま、きついこと言ってくれるぜ。かわいい顔してよ。そう？かわいい？乗んなよ。町中案内してやるぜ。しつこい。さっさと消えな。ちょっとでも手を出したら許さないよ。ああ、そうかいそうかい。危ない。だから危ないって言ったでしょ。私は猛獣か。まったくすぐカッカするんだから。ああいうのは許せないたちでね。今度会ったら。実は私その。何よまったく。護衛じゃなくて子守じゃないのこれじゃ。不公平だ。あのアホはよろずやコンツェルンの娘に生まれたってだけで働かなくても贅沢三昧。それに引き換えうちらは上司の無理な注文にも応え汗水垂らして働いてるのに贅沢どころか休みも満足に取れない。こんな不公平が許されていいのか。このような不条理に対し我々は断固戦わねばならない。その通り。ところでさ、ちょっと遅すぎない？確かにね。いないじゃない。ほんといない。冗談。あんにゃろう。お目付け役がいたんじゃ自由に行動できませんものね。なんですと。すぐに近くを探したんですけど。あんた方一体何のために。ああ、分かっております。これからすぐ見つけてまいります。待ちにしたい。あんたはここに残ってもらう。私？大統領の晩餐会の前に二三来客がある。桜子様が戻られるまで身代わりを務めてもらおうか。こんな品の悪い娘に身代わりなど。あんだって。だがもう一人の方とて品の悪さは同じようなもんだし。幸い来客は誰も桜子様の顔を知らない。仕方ありませんな。よろしいですな。かしこまりました。どちらかといえばまだ私の方がお上品なのに。すごい。本物の絹にプラチナの縫い取り。こんなチャンスめったないからね。目いっぱい金持ち気分味わっちゃおうっと。誰かね。お飲み物をお持ちいたしました。合言葉を。王様のひげは猫のひげ。入りたまえ。ちょうど何か飲みたいと思ってたんだ。いや思ってたざんすな。まだまだ。あんだ。万一毒物でも混入されておったら大変ですからな。桜子様のお口には検査済みのものしかお入れいたしません。終わりましたぞ。さあどうぞ。もう結構お腹いっぱい。さようですか。それではあちらの部屋へ。来客のあるまでこの書類にすべて判を押しといてください。これみんなあんたたちでやればいいじゃない。めっそうもない。我がよろずやコンツェルン創業以来704年重役が手をつけてはいけない規則になっております。そうですか。めんどくさい。もう飽きた。何？よろずやの娘が。間違いありません。よし再開発プロジェクトのよろずやの契約を白紙に戻すいいチャンスのようだなあパンサー。まあね。となると我が社に再びチャンスがやってくるわけだ。まあね。あの極楽お嬢さんどこ行ったのかしら。あっいた。お待ち。あごめんあそばせ、私急いでますので。もう逃がさないわよ。さあわがままはおしまい、帰りましょう。大丈夫、晩餐会までにはちゃんと戻ります。そうはいかないの。相棒がヒーヒー言ってるわ今頃、あなたの身代わりで。でも私町の様子をもっと見なくてはなりません。散々見たじゃないの。遊びじゃなくてうちが再開発を手掛ける地域がどんな様子かこの目で見なくては。あらいきなりまともなこと言うじゃない。これでもよろずやコンツェルの代表ですのよ。当然の義務です。見直した。仕事は違ってもあんたもプロよね。会社の方は K がちゃんとやってくれるわ。あなたの見たいとこ全部付き合っちゃう。ほんと？下がって。この中へ。なあおい、1人30分ワンクレジット出るときね。あーなんだか面白そう。あなた命狙われてる最中でしょ。もうちょくちょくありますのよそういうことは。ですから重役たちがうるさくて外へ出られませんの。ちょっと待って、私の後からついてくるの。まあ始まったわ。あっしてるわ。よーし、それこっちこっち、打ちますわよ。ほら、あ、落としますわよ。やったー。びっくりしたわ。あ、ものすごくリアルねえ。今のは本物よ。いよいよ来た。このこっち。邪魔よ。しつこい。出口はどっちだろう。まあ素敵。感激してる場合ですか。これで出口まで行けるんじゃございません。時々鋭いこと言うのよね。あら大変だわ、晩餐会に間に合わなくなっちゃう。どうしましょう。落ち着いて、私を信用してちょうだい。行き止まり。なんだユリ、ユリ返事して。もう間に合わん。まさか桜子様の身に何か。わしらの責任じゃ。ゆり、もっと警護の手を厚くしておけば。出かけましょう。しかしゆりを信用してあの子引き受けた仕事は必ずこなすわ。さあ。パンサーのやつうまくやったろうな。大統領は約束に厳しい方だ。もしも桜子様が出席できないようなことになったら、我がよろずやコンテルンの信用は失墜して最悪となり、今回のプロジェクトの契約も。ユリ、私は信じてるよ。できるだけゆっくり進んで。どうやらうまくやったようだ。もっとゆっくり進んで。たとえ間に合ったとしても人前で入れ替わったら。そうだ、替え玉を使ったことが知れたらただでは済まん。私たちはプロよ、なんとかするわ。しかしじっと待つしかない、ユリ。主役はゆっくり登場するか。信じてるよ。もうダメだ、ユリ。まったくもう無理だ、諦めよう。来た。あいつらだ。桜子様。わしの勝ちだな。大統領ご到着です。いやー、お二人のおかげで我が社は安泰です。どうもどうも。下品な娘はこんなやり方しかできませんのよ。あ、いや、これは参りましたな。ねえ、もし間に合わなかったらどうするつもりだったの？そんなこと考える必要なかったろ。相棒を信じるだけさ。合格。はん。今日は惑星バーハムの再開発プロジェクトに着手したよろずやコンツェルンの裏若き当主桜子さんにお話を伺っているわけですが。おお、このアナウンサーなかなか美形じゃない。ここで砕けた質問を一つ。もし普通の女の子に生まれ変わったら何になりたいでしょうか。は、BK の割にしょうもない質問するやつね。顔が悪くて頭も悪いよりマシよ。生まれ変わったらそれはもちろん 3WA のドラゴンですわ。とっても素晴らしいお仕事で、はあ、でもきっと私には無理ですわね。言ってくれるじゃない。ほんと。ねえ、二人とも見てる？後ろに回して壁に向かって立て。言うことを聞かないとぶっ放すぞ。暴れるんじゃない。うっさいわね。麦相手に何してんのよ。決まってんじゃない。次回の予行演習。次回は出てこい出てこい暗殺者。うん、期待していいわよ。